自分では気づけないことを気づきたいみたいな感覚が常にあるので、その時感じている疑問だったり強く思ったことみたいなものを、絵画だったり彫刻だったりで一つずつ咀嚼している感じではやってます。作品と向き合い考える、表面だけじゃないその裏側にあるもの。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家彫刻家川端健太、1994年埼玉県生まれ。絵画や立体、素材や手段を限定しない彼の制作スタイルに共通する作るということ。何かを作ってるっていうのは日々こういろんなものを受け取ったりしていく中で、自分の中では整理しきれない感情だったり出来事だったりを外に出すっていう、メディウムを変えることで何か変わるというよりは、自分の中では一貫して考えていることを何かの媒体で表現してるみたいな感覚なので、絵だから彫刻だからとかっていうところはない。自分の感情を整理し咀嚼するための制作、そんな作品作りを行う中で今彼が気づき、そして表現したいこと。コロナ禍でこうオンラインがいろいろ普及したりして、モニター越しに接するとか、なんかいろんなフィルターのようなものを介在して物事を見たり捉えたりする中で、例えばぼやけていたりすごくピントが合っていたりとか、なんかこう顔が歪んでいたりとか、こっちからこう見たらなんかこういう風に見えるけど違う角度から見ると全然違って見えるとか、何かそういったものが伝わればいいかなみたいな。この時代を生きているから伝えられることがある。だからこそ彼はぼやけて本質が分かりづらい現実に目を凝らし、見えない部分に光を見出す。社会批判というよりは自分自身にだったりとか、楽しいことだったり便利なことだったり、そういったものの裏側にどういったものがあるのかなみたいなところを見たいし知りたいっていう感覚があって、だからこう僕が作ってるもので発見であったり物事を考えるきっかけになってくれたらいいなっていう感じがあるので、そういったものを作らなくちゃいけないかなと思ったりしてます。作品を通して自身と向き合い、そしてこの時代とも向き合っていく画家彫刻家川端健太の目指す未来。最適だと思えたことは正直あんまりなくて、ずっと模索している感じなので、やってみたいことはまだまだ尽きなくて、死ぬまで作り続けていければまずはそれが一つの目標というか、なんかもっとこういろんな角度からのアプローチしていきたいっていうのがあるなっていう感じですね。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は現代美術家陳ウェッティのブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。